今まで原子力安全法案、原子力安全委員会と、まあ、二元化されてきたそのいわゆる原子力安全行政、まあ、一応彼らがダブルチェックとか言っていたわけなんですが、それが、まあ、一元化されまして、でその新しいその規制庁の上にこの、専門家委員会である原子力、規制委員会が、置かれまして、まあ、全て の、 その政策に関して大きな権限を持つということになるわけです。でところがこの提示されたこの5人の委員のうち、3人までは明らかな原子力村の、住民で、とりわけ私たちはこの田中俊一さんというそのトップの人選ですね、委員長候補の名前が挙がっている方に大きな、まあ、疑問そして憤りというものを感じておりまして、私たちが今まで取り組んできました被爆問題そして自主的避難の問題においてもこの方は看過しえないようなそういった言動を持ってきた方です。でよくよく国会議員の皆さんそして、私たち自身も考えなくてはならないのはですね、一体福島の原発事故というものは何だったのか、何が引き起こしたかということだと思います。で、規制路線の原子力、推進行政というものが生み出してしまった盲目的にそれが、推進されて、なんかいろんなこう役所あるいはいろんな機関ができていても、全部が全部いろいろなその原子力の、まあ、既存権益にとらわれたいわゆる原子力村という人たちが支配することによって、生み出してしまった事故だということです。でそれによって本当に私たち自身そして福島の方を中心とした、周辺の方々が大変な苦しみを今現在そして将来にわたってなめているわけですね。で、その反省を踏まえてですね、この原子力規制委員会というのは発足するはずだったわけです。でこれに関しても大きな議論があります。宇治江さんがおそらくちょっと紹介してくださると思いますが、そもそもまず、福島原発事故のを検証したはずの、国会事故調などの結論を踏まえたものではなかったということですね。で、とはいうもののとにかくこの原子力規制委員会についての審議の中で、まあ細野さんをはじめてですね関わったその政治家たちは、原子力村との決別、国民の信頼を得ること、中立公正透明なやり方での、プロセスということを強調したいわけです。でこれらが何一つ満たされないままこの5人の人事がスルスルっと、今日の4時20分の議運にかけられ、およそ10日間の形だけの審議で終わってしまうかもしれません。そういったその、自民民主両党の、談合によってですねスルスルと決まってしまう恐れが大いにあります。どうやら公明党は迷っているかもしれないみたいなそういった情報もありますが、まあ、そういった状況なんですね。これ民主党にとってもですねこれは本当に致命傷になるんじゃないかと私は考えています。で今そういった段階にある中、今日の、緊急集会を企画させていただきました。今回、主催はですね子どもたちを保護者のから守る福島ネットワーク、ピースボート FO ジャパン、福島老朽原発を考える会 E シフト、福島原発事故緊急会議原発を考える品川の女たちといった主催になっています。まだまだ多くの団体がですね、おそらく問題意識を感じていると思いますが、急遽ということでこういった開催にさせていただきました。皆様急にお声をかけたのにもかかわらず参加していただきましてありがとうございました。で昨日からですね、衆議院第二議員会館の前で10人、20人という小さな規模でありますが、私たちもですね、道行く人たち、そして国会議員に向かってですね、この人事の問題点を訴え続けています。明日もやります。そういった、声をですね少しずつ盛り上げてですね時間がありません。10日で決まっちゃうかもしれませんが国会の外から国会議員に向かってこれは変だということを呼びかけていきましょう。で今日の集会ではそのための基本的な情報を共有してですね今後の作戦を練る、そういう集会になればと思います。それでは早速ですが、E シフト規制庁チームの、氏家さんにですね
新設原子力規制委員会の果たす役割ということでお話伺います。はい。規制庁チームの辻家です。水源連という場の反対ネットワークの原発担当で、石井君に参加しています。